実験が行われたノバヤゼムリアの位置ツァーリボンバの原寸大模型。各開発都市サロフの原爆博物館で、ツャーリボンバはソビエト連邦が開発した人類史上最大の水素爆弾の通称である。正式名称はアン602であり、開発時のコードネームはイワンであった。ツャーリボンバの名称は西側諸国がクレムンに展示されている。 世界最大の金ツァーリコロコル、流弾砲史上最大の光景であるツァーリプーシカに、なぞらえてつけたものであるが、現在はロシアでも広く用いられている。なお、他国の文献で、正式名称として使用される、RDS-220、r n 2 0には、キリル文字での正式名称、20 -200 に、202をラテン文字に本字したもの。 単一兵器としての威力は人類史上最大であり、1961年10月30日にノバヤ・ゼムリアで唯一の大気圏内核実験が行われて消費され、現存していない。TNT 換算で約100メガトンの威力を誇り、実験では50メガトンに制限されたものの、なお広島型原子爆弾、リトルボーイの約3300倍もの威力を有し、 その核爆発は 2000km 離れた場所からも確認され、衝撃波は地球を参集した。ソ連のニキータフルシチョフ第一初期は1961年7月10日、第22回ソビエト連邦共産党大会、開催中の10月下旬に、この爆発実験を行うよう指示を出した。その時点で実施日まで15週しかなかったが、実験に用いるアン600には、 すでに完成していた。この当時、世界情勢は極めて緊迫した状態にあった。1961年8月のベルリンの壁建設開始、数ヶ月前に発表されたソ連による核実験のモラトリア無中止、後のキューバ危機に結びつくキューバへの核、配備計画実施などのためである。そのような状況下での実験は、世界中を震撼させた。ーリボンバは、 本来、核分裂核融合核分裂という3段階の反応により100メガトンの威力を実現する多段海水爆である。しかし、100メガトン級の爆発ともなれば、ソ連領内の人口密集地へ多量の放射性、効果物が降ってくることが予想されたため、実験にあたっては、第3段階目のウラン238の核分裂を抑えるようにパンパーが鉛に変更され、 出力は50メガトンに抑制された。この結果、放出される放射性物質の量は、その出力の割には、かなり小規模なものとなった。設計は、ソ連の核開発秘密都市、アルザマス16で、ソ連科学アカデミーのユーリ・ハリトンを中心とし、後に、ソ連水爆の父とも呼ばれるアンドレイ・サハロフ、ビクトル・アダムスキー、ユーリ・ババイフ、ユーリ・スミルノフ、 ユーリ・トゥルトネフなどのメンバーが参加した。サハロフは、ツアーリ・ボンバーの爆発実験の後、核兵器反対を唱えるようになったという。モニノ空軍博物館に展示される、ツマイナス95ツアーリ・ボンバー投下機ツアーリ・ボンバーは、特別な回収を受けた、ツマイナス95戦略爆撃機、ツマイナス 95V によって、運搬、投下された。この時のパイロットは、 アンドレドゥルノフセフ中佐であった。測定、撮影用には、ツマイナス16部位が随行していた。熱線による被害を最小限に抑えるため、この2機には特殊な白色塗料が塗られ、ツマイナス95では、重量27トン、全長8メートル、直径2メートルと、巨大なチャーリボンバを搭載するために、爆弾層の扉と、 翼燃料タンクが取り外され、それでも収まらなかったので反埋め込み式で搭載された。つまりナス95が当時のソ連爆撃機の中では最大級であったことからもチャーリーボンバーの巨大さをうかがい知ることができる。チャーリーボンバーには投下機が爆心地から4 5トルほどにある安全圏へ退避する時間を与えるために重量8 0 0ラムにも達すると段階の 原則用パラシュートが取り付けられた。下級サイズの比較、中心から、ファットマンピースキーパームニットマン1、キャッスルブラボツァーリボンバ午前11時32分、ツァーリボンバは、北極海にある、ソ連領、ノバヤセ村上空で投下された。投下高度は1万500メートルで、内蔵された気圧計によって、高度4000メートルに降下した時点で爆発した。 一時放射線の地域は半径6 6トル、爆風による人員殺傷範囲は2 3トル、致命的な火傷を負う熱線の降下範囲は5 8トルにも及んだとみられている。爆発による火球の下部は地表まで届き、上部は10高度と同程度まで到達した。火球は1 0 0 0トル離れた地点からも観測された。 生じた滝の小雲は高さ6 0トルの中間圏に達し、幅30から4 0トルであった。上述の通り、各分裂による放射性汚染はわずかだった。この爆発による衝撃波は地球を参周しても、なお空神経に記録され、日本の速攻所でも衝撃波到達が観測された。当初、アメリカは、 サーリボンバーの爆発力を57メガトンと推測していたが、1991年に公開されたソ連の関連資料により実際は50メガトンであったことが判明した。威力を半分に抑えた等爆弾ではあるが、その威力は単一の兵器として人類史上最大である。ちなみにアメリカが開発した最大の核爆弾 B41、 の核出力は最大で25メガトンであるとされ、各爆発実験では1954年3月1日のキャッスル作戦の15メガトンが最大である。TNT 換算50メガトンの爆発では2.1、1017ジュールのエネルギーが解放される。爆発中の平均仕事率は5.3024ワットに相当し、太陽の高度の 1> 約1.4%に当たる。2020年8月20日、ロスアトムは1961年の実験映像を YouTube に公開した。ありがとうございます。